綺麗事を詩人のように語るな。愛は情欲なんだよ。少女漫画見たく綺麗事ばっかりで語れねえんだよ。男どもはお前の匂いに惹かれて群がるウジバエどもなんだよ。そんなこともその年でまだ理解できねえのかよ。お前は失望するぜ。その後ろのメガネ男のどす黒い欲望、一度でも覗いちまったらがっかり愕然あぜん呆然、全然ダメだぜ、ショーノン。ああもういいや、語るな、家具が。この家具、家具、家具、何様のつもりだよ、語りやがって。愛なんて結局はど汚ねえ汚物をどう綺麗に見せようかって欺瞞なんだよ。そいつに気づいて人は大人になるんだろう。死ねよクズ、家具、家具、スクラップ。お前を汚らわしいウジ虫に変えてやるよ。それでもそのメガネがお前を愛するか試してやるよ。そいつの愛のどぎたねえ現実ってやつを教えてやるよ。死ねえよガラクタが。てめえが愛を語る